画面の前の諸君、ご機嫌はいかがかな。俺は6歳じゃない、闇6歳だ。2年前に6歳と動画の実況権をかけて争った6歳のもう一人の人格だ。みんなも知っての通り、ここ数日間6歳がネット上から姿を消した。そこで俺様の登場ってわけだな。まあ当時の闇6歳というのはキャラ設定が定まっていなくて、ただのやさぐれた6歳だって声もあったけれども、そんなことはない。俺と6歳は別人だ。もともと俺と6歳はナメック星人でな、そうでなければ6931年も生きているわけがない。まあ当時俺が現れた直後は戦闘力50ポッチのチャンネルだったが、今じゃもう少しで1000に届きそうな勢いじゃないか。そんな時に6歳が姿を消した。全く何をやっているんだか。ということで今回はこの俺がドラゴンボールで6歳を召喚して再び動画をやってもらおうっていう魂胆だ。まあさっきからどこかで大きな気を感じる。もしかしたら彼らがドラゴンボールの在りかを知っているかもしれん。ということで今回はドラゴンボールゼノバース2で6歳を復活させようっていう企画だ。まあこの慣れない喋り方をするのも正直きついしな、ちょっと噛んだしな、その辺は6歳と変わらん。で、俺の持ち物を見てほしいんだが、ちょっとバッグを開こうか。さあ所持アイテムリストだ。ここにある通りドラゴンボールを今6つ所持している。残るはイーシンチューだけだ。今回感じたでかい気、やつらの気を追ってドラゴンボールの在りかを聞き出してみよう。では早速行くとするか。出発だ。大きい気を感じたのはどこだ。まずは情報を集めるか。大きな気を感じたのはこの辺りだ。ちょっと探ってみるか。ん？なんだあいつらは。凄まじい気だ。もしかしたら彼らがドラゴンボールを持ってるかもしれない。お前ドラゴンボールを持っているか。こんにちは。こんにちはだと？丁寧な挨拶をしやがって。いいだろう。さあ来い。危ない。何かしてかそう。じゃあここだ。何か来る。なんだこいつは。なぜ無敵なんだ。それ。ストレッ。やるな。スイッ。これにくれ。よっしゃ、クリーンヒット。やるな。やるな。ガードしやった。させた。なに。危ない。避けた。しまった。至近距離のバッグ、母を撃ってしまった。なんだ、何か来る。うわー、いい人した。油断できないな。ないぞ。これやるな。力が足りない。よし、回復だ。これでも食らえ。よっしゃ、当たったぜ。おりゃ。もうちょっとで倒せる。撃ってたな。おっと、ラッシュを食らった。ファイナルショットした。そうやろうだぜ。取り寄せたな。もう一回。よっしゃ、当たった。だいぶ削ったぞ。
それだ。ゴミを発射する。俺でも食らえ。よし、当たった。一人倒したぞ。お、重要アイテムを入手した。もしかしてドラゴンボールか。まずは残った連中を倒して、こっちから倒そう。よし、魔漢考察法クリーンヒット。残るはお前だけだ。それ、何か来る。危ない、危ないぜ。させるか。ギャリック砲撃たせないか。やんな、これでいくれ。よし、距離を取って撃ってきた。なぬ、おっと、危ねえ危ねえ。よいしょ、何か来る。撃てよし、とどめを刺したぜ。やはり奴らが持っていたか、いい心中。これでドラゴンボールが7つ揃ったぞ。よし、いよいよシェンロンを呼び出す時だ。よし、ドラゴンボールは7つ揃った。あとはこれをあのドラゴンボール台座にセットしてシェンロンを呼び出せば何でも願いが叶う。これで6歳を復活させるぞ。さあ来た、ドラゴンボールが7個揃いました。シェンロンを呼び出しますか。呼ぼう。出たな、シェンロン。さあ、願いを叶えてもらうぞ。願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。よし、ここで6歳復活を選ぶぞ。6歳復活。何？ 6 歳復活の項目がない。願い事を早く言え。わかった、ギャルのパンティーをくれ。それならたやすい願いだ。さらばだ。よし、これで6歳は復活したはずだ。あとはあいつがチャンネルに戻ってくるのを待つだけか。ということで待たせたな。いよいよ6歳が復活するぞ、おそらくな。ま、あとは俺の知ったこっちゃないぜ。ということで引き続きこのチャンネルをよろしく。ご視聴ありがとうございました。闇6歳でした。グッドボタン、チャンネル登録よろしくな。じゃあな。シェンロンを復活させ願いを叶えた闇6歳。果たして6歳は本当に復活するのだろうか。今後の6歳ワークスの動きに乞うご期待。チャンネル登録もよろしくね。